小野選手、優勝選手おめでとうございます。ありがとうございます。5日間ね、はい、予選走ってみて、はい、どうですか感触は。日に日に乗り心地やエンジンの足も良くなってきてると思います。明日優勝戦に向けてね、はい、何かこうやらなきゃいけないところある。ちょっと回った後の押しが欲しいんで今整備しました。うん、このね優勝戦メンバー、はい、他の5名と比べて比較してどうですか。はい、遠藤さんと長嶋さんは足合わせしていただいた時にちょっと伸びで劣勢だったんで、うん、ちょっと1、2号手に比べたら伸びは弱いと思います。うん、明日ね小野選手はね、はい、これ3号手なんですけどね、はい、3コースは死守したいですか。はい、3コースから行きたいです。行きたいですか。はい、ちょっといるんですけどね。ああいや、はい、それでも、まあ、自分のいいところが出せるコースが3だと思うんで、うん、やっぱ3コースから行きたいです。はい、じゃあ明日も思い切ったレースを。はい、はい、で明日の優勝戦に向けての意気込みをファンの方に一言お願いします。はい、明日も思い切ったレースをして優勝できるように精一杯頑張ります。応援お願いします。